平野翔がインスタライブで見せた驚愕の素顔。ファン15万人が目撃した真実とはウクレレ片手に突如登場。平野翔のインスタライブで起きた奇跡の瞬間。平野翔のインスタライブが始まると、ファンたちは興奮の渦に包まれました。その日、彼のライブ配信は一瞬にして16万人もの視聴者を引きつけ、彼の人気と魅力が再確認されることとなりました。 翔くんがウクレレを手に取り、突然のセッションを始めると、視聴者たちは驚きと喜びで胸を躍らせました。彼の自然体で飾らない姿勢は、多くの人々の心を捉え、ライブを一層魅力的なものにしました。そのライブには、キシくんや神宮寺君くんも参加しており、視聴者たちは彼らの中の良さを垣間見ることができました。特に、キシくんが一生懸命コメントを打ち込む姿や、 神宮寺くんがリラックスして楽しんでいる様子は、ファンにとって非常に貴重なものでした。彼らの自然なやりとりや笑顔は、画面越しでも温かさと親しみを感じさせ、視聴者たちにとって心地よい時間となりました。ライブ中、翔くんは新しいヘアケアラインワンジュンギョのデビューについても触れ、その効果を実演しました。髪がサラサラと光り輝く様子は、まさにプロダクトの素晴らしさを証明しており、 多くのファンがその製品を試してみたいと思ったことでしょう。さらに、翔くんはアカペラでボンの曲を披露し、その美しい歌声で視聴者たちを魅了しました。彼の歌声はまるで魔法のように人々の心に響き渡り、その瞬間を一緒に共有できることの喜びを感じさせました。ライブが進むにつれ、視聴者たちは翔くんのパーソナルな一面にも触れることができました。 彼が飼っているワンちゃんの写真を見せたとき、その犬がヨークシャテリアではないことが明らかになり、視聴者たちは驚きとともにその可愛さに癒されました。さらに、彼が素顔で美しい姿を見せることで、ファンは彼のナチュラルな魅力を再確認しました。ライブの終わりには、翔くんはファンに感謝の気持ちを伝えました。彼が疲れている中でもライブを行い、ファンとの交流を大切にしている姿勢は、 多くの人々に感動を与えました。彼の言葉には真心が込められており、ファンとの絆がさらに深まった瞬間でもありました。このインスタライブは、ただのエンターテインメントに止まらず、ファンとの絆を強化し、彼の人間性や温かさを感じさせる貴重な機会となりました。彼の自然体で飾らない姿勢や、ファンへの感謝の気持ちが伝わることで、 多くの人々が彼をさらに応援したくなる気持ちを抱いたことでしょう。また、翔くんのライブを通じて、ファンたちは彼の新たな一面や、他のメンバーとの友情を感じることができました。特に、彼のウクレレセッションやアカペラでの歌唱、そして新しいヘアケアラインの紹介など、多岐にわたる内容が盛り込まれたこのライブは、視聴者にとって非常に充実した時間となりました。 さらに、翔くんがライブ中に見せた自然体でのコミュニケーションは、多くの人々にとって励みとなり、彼がどれだけファンを大切に思っているかが伝わりました。このような彼の姿勢が、多くの人々に愛される理由の一つであり、彼の人気が衰えることのない理由でもあります。最後に、視聴者たちはライブを通じて感じた感動や喜びを、SNS を通じて共有しました。多くのコメントやリアクションが寄せられ、 彼のライブは大きな話題となりました。このようにして、平野翔のインスタライブは、彼自身だけでなく、ファンとの絆をさらに深める機会となり、多くの人々にとって特別な時間として記憶されることでしょう。平野翔の魅力は、その才能やルックスだけではありません。彼の人間性、ファンとの真摯なコミュニケーション、そして常に感謝の気持ちを忘れない姿勢が、多くの人々の心をつかんで話さないのです。 このような彼の姿勢が多くのファンを引きつけ、彼の人気を支えているのです。このインスタライブを通じて、平野翔の魅力とファンとの絆が一層深まったことは間違いありません。彼の今後の活動にも期待が高まります。そして、次のライブやイベントでも、彼の真摯な姿勢と自然体でのパフォーマンスが、多くの人々に感動を与えることでしょう。ライブ終了後、 ファンたちはその余韻に浸りながら、次回のライブを心待ちにしています。翔くんの一挙手一投足が話題となり、多くの人々にインスピレーションを与える存在であることを再確認したこのライブは、彼のキャリアにとっても大きな意味を持つことでしょう。彼の未来がどのように展開していくのか、その成長を見守りながら、ファンたちはこれからも彼を応援し続けることは間違いありません。 平野翔のインスタライブの余韻が冷めやらぬ中、ファンたちは彼の次なる一歩に期待を寄せています。ライブを見た後、多くのファンが SNS でその感動を共有し、彼への愛情を再確認しました。このような熱気が続く中で、彼の次のプロジェクトやイベントがどのように展開していくのか、ファンの興味はつきません。翔くんがライブ中に見せた自然体の姿や、ファンとの親しみやすいコミュニケーションスタイルは、 多くの人々にとって癒しとなり、励みとなりました。彼がどれだけファンを大切に思っているか、そしてファンの声に耳を傾けているかが伝わった瞬間でもあります。このような姿勢は、アイドルとしてだけでなく、一人の人間としても尊敬されるべきものでしょう。ライブのハイライトの一つであるウクレレセッションは、彼の多彩さを再確認させるものでした。音楽に対する情熱や、 その才能をファンと共有する姿勢は彼の魅力の一部です。彼が演奏を始めると視聴者たちはその音楽の力に引き込まれまるでライブ会場にいるかのような臨場感を味わうことができました。このような体験はファンにとって忘れられない思い出となります。また新しいヘアケアラインワンジュンギョの紹介も大きな話題を呼びました。将軍のサラサラと輝く髪は プロダクトの効果を証明しており、多くのファンがその製品を試したいと思ったことでしょう。彼の影響力は単なるエンターテインメントの枠を超えており、美容やファッションにおいても重要な役割を果たしています。神宮寺君や岸く君との友情もライブを通じて再確認されました。彼らの自然なやりとりや互いを思いやる姿勢はファンにとって非常に感動的でした。 彼らが一緒にいることで、ライブはさらに楽しいものとなり、視聴者たちはその絆の深さに心を打たれました。ライブの終盤、翔くんはファンへの感謝の気持ちを改めて伝えました。彼の言葉には真心が込められており、その誠実さは多くのファンに感動を与えました。彼の一言一言が心に響き、視聴者たちは彼とのつながりを強く感じました。このような交流は、 ファンとアイドルの関係を超えた人間同士の温かい絆を築くきっかけとなります。ライブが終わった後もファンたちはその余韻に浸りながら SNS やファンクラブで感想を共有しました。彼らの間で交わされるコメントやメッセージは将軍への愛情と敬意で溢れています。彼の存在が多くの人々にとってどれほど重要であるかが伝わる瞬間です。次なるプロジェクトに向けて 将軍はどのような準備をしているのでしょうか。彼の多忙なスケジュールの中で、ファンとの交流を大切にし続ける姿勢は、非常に貴重です。彼が次にどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、多くの人々が期待しています。また、彼の活動は日本国内にとどまらず、海外にも広がりつつあります。国際的なファンベースが増える中で、彼のグローバルな影響力も高まっています。 彼の才能と魅力が国境を越えて多くの人々に愛される理由は、その真摯な姿勢と自然体の魅力にあります。このようにして、平野章のインスタライブは、ただのエンターテインメントの枠を超えて、ファンとの深い絆を築く場となりました。彼の一挙手一投足が話題となり、多くの人々にインスピレーションを与える存在であることが再確認されました。彼の未来がどのように展開していくのか、 その成長を見守りながら、ファンたちはこれからも彼を応援し続けることでしょう。